バーデン・バーデンはドイツ連邦共和国のバーデン・ビュルテンベルク州に属する都市。人口は約5万4千人。ヨーロッパ有数の温泉地として幅広く知られる。ローマ時代の浴場跡が残る。ドイツ語でバーデンという語自体が入浴を意味しており、そこからバーデンという地名がついた。1931年多く使われていた。 バーデンイコールインイコールバーデンという表現が縮まってバーデンバーデンが街の名称となった。シュバルツバルトの北部に位置するヨーロッパ有数の観光、保養都市であり、街の財政もこれに多くを依存している。街には競馬場もある。元は南西ドイツ放送の放送局があり、現在は南ドイツ放送と SWR に統合をされ、会長室は シュトットガルトに移ったが、放送のプロダクションは依然として、ここを主に続けられている。本部近隣の都市としては、約40キロ南西に、フランスのストラスブール、30キロ北に、カールスルーへ、約90キロ南に、フライブルクが位置している。約20キロ東に、カルフがある。東部及び北部には、高知ドイツ語の内上部ドイツ語に属する上部フランケン。 この一方ことの南フランケン語を話す、フランケン人が、西部及び南部には、アレマン語の一方ことの定置アレマン語を話す、アレマン人が多い。その他に、バーデン語も話される。古代から温泉地として知られていた。17世紀末、プファルツ継承戦争に際して、フランス軍の侵入を受けたため一時荒廃した。長らく、バーデン辺境白領の支配下にあり、 1806年より、バーデン大公国の支配下に置かれた。19世紀に入り、鉄道など交通網の整備が進むと、庶民の娯楽としての旅行が普及し、多くの観光客が訪れるようになった。著名人もこの地で保養することが多く、音楽家のヨハネス・ブラームス、クララ・シューマン、ヨハン・シュトラウスらが有名である。フランスの作曲家で指揮者のピエール・ブーレーズは、 ここが若い頃からこの地が気に入り在住している。指揮者のビルヘルムフルト・ベングラーはここで肺炎に侵されて死去、最近学に多くの功績を残したロベルト・コッホもこの地で没している。ドイツ有数の温泉地であるほか、ゴルフやテニスなどのスポーツを楽しむこともできる。毎年5.8、0月には近郊のイフェツハイムで競馬が開催される。ハイキング、 登山やスキーにも公的。近郊のフレーマーソベルクには18ホールのゴルフコースがある。主要な観光地。ありがとうございます。